さあ今回は琵琶湖でございます。ということで琵琶湖といえばこの方、クロスプロです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はなんか天気も良くて、はい、非常になんか気持ちいいですね。秋っぽいですね。秋ですね、本当にね、はい、ハドルアの季節やってまいりました。うわようやくもうこの番組にもってこいの季節。はい、さあ今日はこの秋の琵琶湖でテーマは何でしょう。テーマはね、じゃじゃん、あ、こういうの自分で言わなくていい、それ全部入れてくれるから編集っていうのがありますから。そうですね、はい、何でしょうテーマは、はい、ディープクランク。おお、あんまりやったことないですね、今までね。でしょ。はいはいはい、と初めてじゃないです。そうですね、ディープとなるとね、はい、4メーター潜るディープクランク。あ、4メートル。はい、ほう、リップがだからだいぶ長いやつ、はい、ディープクランクがメインで楽しんでいけたらなと思います。なるほど、じゃあ今日はディープクランプいいんじゃない。こういうこともあるからなるほど、プロでもね、こういうこともあるから、はいはいはい、今日はディープクランクに初挑戦でございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか、はい、よろしくお願いします。お願いします。えいえい。ここは沖島ですよね。沖島です。おお、ここでやると、まずはい、とりあえず朝なんで、はい、ディープクランクもったいないんで、はい、まずトップをやって、釣れたらラッキー。ああ、なるほど。え、結構深いんじゃないですかここ。ここはね、いや、湾内なんでちょっと浅くなってて、ベイトがすごくたくさんいるはずなんで、ほう、まあベイトがいなかったらすぐやめますけど、ほう、もう餌次第。なるほどなるほど、うん、まずはトップからで、まあ、狙ってみようと。はい、じゃあしもちゃんいつも通り、はい、ノイジーで。まずはノイジーね、はい、うん、僕の大好きなノイジー、はい、オッケー。あの、いつぞや50アップつったやつ。ああ、そうでしたねそういえば僕ノイジーで50アップすりましたね、この番組で。はい、私はポッパーで。あ、ポッパーで、はい、なるほど。もうね、朝一でね、バコッと出しちゃいましょうよ。もうお願いしますね。一発ですよ、こんなもんは。もうノイジーもね、もう扱い慣れたもんですよ、うん、水がね、ちょっと綺麗なんで、うん、ナチュラルカラー。なるほど、ナチュラルだけどちょっと見やすいカラーを選択です。まあカラー選択もそういう水のね、色とか見て選択すると。ですね、はい、ノイジーかポッパーかね、どっちで出るか。どっちも出るんじゃない？わお。一緒に出たいですね。カメラマン泣かせの。どっち取ればいいんだよぐらいのね。そんなんが見たいな。やっぱり南のそう南湖の魚と、はい、この北湖の魚ってのはちょっとちゃうんですか？あ、もう全然あの違います。太さが。あ、そうですか。餌が豊富なんで。ほう、あとやっぱり湖流ですよね。湖の流れが強いんで、うん、よく泳いでるんでね。ほう、よく引きます。へー、チャンスはあると思うんですけど。おー、出た。おー、出た出たな。あ、かかってるわ。おー、来た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 。しもちゃん、ネットプリーズ。え、ネットプリーズ。ネット、よし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 、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、ネット、ちょっと待ってや、よし、どこや、おー、来た来た来た、頭から頭から、おい、でかい、よっしゃ、すげえ、いきなり、すげえよ、でっかー、ふっとー、すごいの出た。これが北湖のワシですよ。めちゃくちゃ太いじゃないですか、これ。すごい、何このお腹でっかいし、これが北湖のバス、はいはいはい、ベイトを食べていて、たくさん食べてますね。はあ、やっぱりこのトップで朝一やから、はいはいはい、このポッパーでロッキーやったね。ロッキー簡単に出たよ。いや、すごいあっさり出たよ。やりました。うわー、おめでとうございます。ナイス。今回これもう40アップ間違いないので、余裕でしょ。これ見てる方にこのポッパープレゼントです。はい、ハードコアポッパー 70F、 はい、プレゼントありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや、すごい、イエイ、でっかい魚がもう釣れてますわいや、すごいな、さすがクロスプロだわ。47ぐらいです。 46.5 ぐらいですよね。 46.5 で
2.3。ご苦労さん。これ幸先いいっすね。いいっすね。かなり。ちょっと僕もポッパーにチェンジ。ポッパーで出たのでやっぱり出たやつでやった方が。色も一緒です。そうですね。はい。もういきなり出るかもしれん俺も。うわすごいベイト。あれ今ベイトがパシャってなったってことはバスが追っとるってことかな。下で追っとるか、シモちゃんのルアーにびっくりしたか。だもうここにいっぱいおるもんベイト。おると思うよバスも。これは何すか、ワカサギすか。いや、多いか、あの、アユだと思う。アユ、うん、今回もこれラインは、それはクイックショットのカーボンナイロンの20です。20ね、はい、20あるからかなりの大物まで。いや、トップなんでね、前も言ったけどラインの太さっていうのはもうデメリットないんでね、うん、メリットしかないんで20です。まあカーボンナイロンっていうのはデュエル独自の素材で、うん、クロロカーボンとナイロンの融合みたいな、はいはい、まあナイロン寄りの糸ですね。クロさん、やっぱりこの、はい、同じ琵琶湖でも北と南で、はい、このポッパーの動かし方とか、はい、違うんですか。はいはいはい、北と南というよりは、はい、季節感で、前最初にポッパーやっていただいた時はアフター、はい、まあ、産卵の魚前後だったんで、はい、ちょっと弱めにポコンポコンってやって、はい、置いといてね、はいはいはい、でドバッて出た、はい、まあ、もしくはポコンポコン置いといてパチャッて出る感じ。そうですね。で今ベイトフィッシュもいて秋なんで、はい、あんまり止めすぎちゃうと逆に見切られちゃうんで、ほう、小気味よくポコンポコンぐらい、今ぐらいのペースでいいです。そんなにロングポーズいらない。ほう、ただすげえ深いとこやる、例えば 5m、6m ポッパーでやるときだけは、うん、ちょっとロングポーズしていただくと、うん、魚が上がってきてこう食べる間が作れる。その時も大きめに、大きめにやってここですよってやって置いとく。ほう、でもそんなポッパーで大きめのアクションとか、うん、ちっちゃめのアクションとかってできるんですか。だからこれダブルカップなのよ。知ってるくせに。ダブルカップ、はい、カップがね、うん、二重になってて、ちっちゃいポコポコっていうのとボコンボコンっていうのが簡単に誰でもできるように作ったんです。そんないいルアー誰が作ったんですか。僕ですわ。久しぶりでしょ。待ってたでしょ。この下り久しぶりでしょ。ちょっとね、クロスさん、はい、あのこのルアープレゼントのルールが変わりましてね。聞いてないよ。デュエルさんの方からですね、はい、正式に、はい、あの40アップが釣れたルアーはプレゼント。なるほど。だからあのサイズ指定が入りましたんで、あ、じゃあ狙わなきゃいけねえじゃん。そう、40アップ釣れたらプレゼントです。 OK です。やっぱりあんだけ餌があってもやっぱり違和感のあるルアーに来るんだな。だからそこを食いに来るんですもんね。普通あるね、餌が食べるもんね、うん、そうじゃないのがやっぱハードベイトってすげえなと思うよね、自分でも。うん、普通餌行くでしょうとか思うよ。目立ってるんでしょうね、だから違和感なんですよ。おー、あのマッチザベイトってあるじゃないですか、はいはい、あれの逆なんですよね。おー、違和感があるから来るんですよね。なんかマッチザベイト違和感、もちろんもちろん、あのそれも正解なんですけど、うん、こんだけベイトが多すぎると逆もまた正解みたいな。はあ、面白いなね。面白いですよね。うわすごいすごい、あれ食われてる、食われてる、うわすごいすごい、投げよう、うん、真ん中すごい、食われてる、食われてる、すごい、うわすごい、すごい、あ、すごい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 、食われてる、よし、行け、すごい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 、おいで、食べやすいぞ、おいしいよ、嘘やけど。お、来た、いいんじゃない、よっしゃ、来た、乗った、あー、抜けた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 、ダメ、おー、おー、おいぐい、おー、もう一回、もう一回、また、ちょっと待って、毛根は、うー、乗らん、今、乗らんかった、食うて、ねえ、乗らんくて、おいぐいして、ダメだったもん、あれ、いや、一瞬食って乗りました、あー、ですよね、でも抜けて、どうぞどうぞ、で、もう一回、おいぐいして、おいぐい得意やね、おいぐいも抜けた。出たけど今めちゃくちゃ楽しい。それがブラックバス釣りですよ。めちゃくちゃ楽しいよ。
おお。手前、あれの奥やだいぶ。おるかもしれん。おるでしょ。食い気のあるやつがあそこにおるから。慌てないでね、出たらしっかり持ってかせてね。はい。それなんですよ。焦っちゃうんですよ。だからバシャって来たら、あ、出たんじゃないですか。重たいですよ。巻いていいですか。この3ステップで絶対できないよそんなの。すごい、できたらちょっとそれをちょっと心がけて。オーケーオーケー。心がけるは重要だからね。そうでしょ。うん。さあちょっと場所変わってきまして、マイアミ浜の沖、うん、まあ北湖の東岸ですね。あ、そうですね。はい、ここでまたポッパー。はい、ポッパーやります。ちょっとここで今画面じゃないよ、水面が鏡でしょ。ねえ、うん、見やすい。今チャンス、チャンス。そんな吹かないですか、この辺も。3メーターぐらいです。あ、だったらポッパーチャンスじゃん。ちょっと待って、水面が鏡のようになってる時はポッパーねえ、やりやすいもんね。うん、おー、出た、重さかかってます。巻いていいですか。いいですよ。巻いていいですか。よっしゃ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 おいよっしゃおおやったんちゃいますか。やりました、やりました。ちょっとサイズこそ小さいですが、いや私しっかり待ちましたよね今。はい、合格でございます。やりました、見てください。ナイスナイス、出ました、ナイス。こうプレゼントしたいところですが、よし、ニュールールによりないか。ないないね。ないけどいいよ。ちょっと足りひんか。ちょっと足りひんけどいいよ。これはどうでしょうか。ナイスでしょうか。ナイスです。やりました、クロスさんのナイスいただきました。はい、よし、一匹。はい、ナイス。次行きましょう、次どんどん。オッケーオッケー。